分荒れてるね。何を期待していた？もうちょっとマシかなって。大沼は荒れてないかも。やった！おい、こっちだ。また会ったぞ。サルカズ、すごいや。腕がたくさん。まあそうじゃん。6、7、8本も同時に4本の矢を撃てたの？剣の方が得意じゃ。目は2つだけじゃからな。トールにコテンパンにされたみたい。いつものことじゃ。聞こえた？いや、何のことだ？鳴き声と叫び声。たくさんの人の。それはただの亡霊じゃろう。凶王の犠牲になった者たちじゃ。とはいえどうも不吉じゃな。だんだん大きくなってる。この声はヘルウォーカーだ。お、今のは響いたぞ。
玉座の後ろに通路がある。隠し通路だ。ああ、王の間には隠し通路がお決まりじゃからな。おい。面白い。書いといた方がいいかも。さっき手に入れたやつ、きっとブロックが言ってた伝説の3つの材料だよ。ありゃわしの人生で見てきた中でも間違いなく一番不可思議な組み合わせじゃな。ブロックとシンドリはあれで作るつもりなの？でもどうやって？ドワーフは信じてやれ。勘に触るが頭は冴えとる。猫の足跡ほどのものと鳥の糞から切れない鎖を作ったこともある。そんなのありえない。伝説じゃがな。生首にまともな話でも期待しとったのか？
するんじゃ。うん、どんな場所だったんだろうね。前世紀のコヌスバルズは美しい土地じゃった。ドワーフの王が妄想でおかしくなるまではの。どうしてそんなことに。ドワーフは伝説のみを信じ、後先を考えずに追い求めた。これがその結果だ。信じるのは賭けだ。そう言ってたね。賭けに負けたんだ。わしらを虚無に投げ込もうとしとるんなら勝算があるんじゃろうな。ミーミルの考えだよ。自分の道を探せって。くそ。調和の宝玉に守られながら、テュールはここから生み出した。いいか。はい。よし、最後に一言。
よかった。首を信じろ。ために塔を狭間の空間に移しよったんか。よく考えたもんじゃ。この向こうはヨトゥヘイム。それはない。マナヘイムの塔を通って山頂へ行くのとは違う。では何のためのものだ。中を見てみたらどうじゃ。注意するんじゃぞ。テュールの仕掛けは見かけよりもずっと手が込んどるからな。身に染みている。発動したのじゃ。これからどうなる。わしにもわからん。じゃがさっきの身投げより悪いことは起こらんじゃろう。ブルヘイムに。やっぱりこっちの方がひどそうじゃ。
これでテュールの部屋からヨトゥンヘイムへ行けるはずだ。テュールはどうやったんだろう。モーディンは巨人たちがかつての原始の物質をまだ隠し持っとると踏んだんじゃろう。全ての世界の源じゃ。その物質で調和の宝玉は作られたはず。巨人たちの用心深さが伺えるな。テュールにここまでさせたんじゃから。見て、これで全ての火鉢に火をつけられそうだよ。また名前だ。ゴンドゥル。なぜ秘密のルーンなんじゃ。
ムスペルヘイムとニブルヘイムで何か見つかるのかもしれん。しやがって。まあ小僧はな、おめえはそのもじゃもじゃのヒゲに邪魔されて顔が見えないからな。材料を見つけたよ。でもすごく変なんだ。こんなのでどうやって鎧を作るつもり？だっておめえにゃ、おめえにゃ、おめえには関係ないことだ。こりゃ秘密だ。まあ任せろ。ああ、シンドリと喧嘩してないよね。この数年で奴も少しは丸くなったが、今の俺には歴史とした常連もついてるんだからな。そうなの？客って？おめえも立派なお得意様だろ。確かに。任せとけって。だけだったかな。